見たいのはテトロと、うん、はい、あと孤独な惑星と、はい、あ、そうだ、アンダーグラウンドの爆音がぜひ見たいですね、はい、テトロと孤独な惑星はどっちかというと微音系なんですよ、ね、微妙の微、ちっちゃい方の微、だからちっちゃい音をいい、ね、あの増幅させて、うんうん、どう体に感じるかみたいな、うん、でだから普通に見てると物語に集中しちゃって聞こえてこない音っていっぱいあるじゃないですか、あのなんか画面に集中しちゃってあの意識されない音っていうのが、うん、そういうのが聞こえてくる感じになるんで、あ、じゃあ隙間の多い映画、そうですね、でテトロはね最後にねキーンっていう、うん、あの高周波音が鳴るんですけど、ちょっと怖いです、これがあの楽しみですね、うん、痛い感じでは全然ないと思います、うん、今回その耳鳴り三部作っていうのがあるんです、どれですか、テトロのそれと、うん、炎628っていうのと、うんうん、三部作って言いながらもう一本何かすっかり忘れてますね、心の声ではないんですか、心の声だったかな忘れちゃったのね、もう忘れちゃったどれに出てくるんだっけ、ひどいな、アンダーグラウンドもそうかな、アンダーグラウンド結構、心の声もそうかな、あのとにかくそのなんて言うんだろう、あの、まあ、現実音ではなくて、頭の中であの響いてくるような音があの映画のこう中心に存在するような映画、テトロと炎628はもう完全に爆撃されて、爆撃のもうすぐそばに行った少年主人公のがもうその爆撃音で耳をやられるじゃないですか、それの耳鳴りした状態が延々と続く、はいはいはい、うん、エッセンシャルキリングだそうだ、エッセンシャルキリングもそうなんですよ、エッセンシャルキリングとテトロと、炎628、ヴィンセントギャローはやっぱ耳鳴り、ギャローは耳鳴り系だっていうことがで両方ともほとんどさなんかね寡黙な感じで、うん、とあの音がねさっきの孤独な惑星とかとも同じで、普段普通に見てると気がつかないちっちゃい音が入っているので、そういう音を聞いてほしいなっていう感じですね。で、なんと、今まで日本で他の劇場でも公開されていたテトロは2チャンネルバージョンだったんですよ、はい、でこれもともと 5.1 チャンネルで作られている映画で、で爆音でいっぺんこの間音調整をしようとしてやったら2チャンネルのものが来ていて、でこれ2チャンネルで変じゃないですかっていう話になって、聞いたら2チャンネルのものしか作ってなかったらしくて、で 5.1 チャンネルはなかったんですか、なかったんですよ、だからあのどこでも2チャンネルで全部流れてたんですが、爆音が採用に 5.1 チャンネルバージョンを作ってもらいましたというのが、はい、これはテトロはおすすめポイントの一つ ですね、はい、初めて 5.1 チャンネルでついに上映されますので、後ろからの音とかその前から出てくる音のバランスとか全然まあ大きい音で聞かないとそういうのってわからないんだけど、うん、大きい音でそういうバランスも含めて楽しんでもらえたらいいです、はい、はい。